はい、どうも。今回は私が選ぶ高校年齢サッカーの特集ボランチ編パート4です。清水一馬3年、静学学園高校、静学点検のテクニシャン、抜群の技術とインテリジェンスあふれるプレーが光る大島亮太、兄の龍馬、朝倉蓮など、かつての OB の系譜を受け継ぐだけではなく、ゴールキーパーとセンターバック以外全てをこなし、スピードも抜群で、特にサイドバックでも高水準のプレーを見せる。米田太陽3年昌平高校プリンス関東ユニエスタ感満載 FC 東京アンダー15深川時代は圧倒的なテクニックで高円宮杯全国優勝に貢献し順当に昇格ただ、2年生になってからずっと見てないなと個人的に思っていたところたまたま昨年度の選手権の選手権メーカーを見てたら昌平高校のメンバー表に彼の名前があってあらびっくり2年から昌平に編入していたそうですプレースタイルはまさに昌平にぴったりで昨年は分厚い選手層に阻まれてトップで出番は少なかったが今年は中心選手として大いに期待山田陸2年清水ユースプレミアイーストネクスト鳴岡光昨年は1年ながらスタメン定着高いボール出し能力と左足の展開力が武器うまさとタフさを備える逸材北野新平2年筑陽学園高校プリンス九州コロンビアハーフ鳥栖アンダー15時代は全国優勝に貢献したがアンダー18昇格を蹴って交代連を選択1年目から背番号8をもらい主力として活躍攻守のバランスに優れており柔軟な足元で攻撃を組み立て豊富な運動量や長いリーチで守備でも貢献意外とまだ入ったことがない代表も狙っていきたい
前田心2年大手前高松高校プリンス四国京都アンダー15の司令塔、大手前高松が志向するポジションサッカーの中心になる司令塔、昨年から随所でスタメンを張りセンスあふれるパスで攻撃にアクセントを加えた。体罰をぶっ壊す。はい、ここからはねサッカーとあまり関係ないですが、お時間があればぜひご覧ください。今回私が主張したいのは、そう、体罰に関してです。まず最初に、私は体罰には反対です。確かに体罰賛成の人の主張、口で言ってもわからないのなら仕方ないけど体で分からせるしかないというのはある意味現実的で理にかなった考えだし、効果もあると思います。ただそれは厳正に体罰が行われればの話だと思います。具体的には分かりませんが、体罰が必要なライン、タイミング、量、アフターケアといったものを研究し規定し、その上での厳正な教育としての責任感ある体罰です。だってそうですよね。例えばですが、いじめ被害者の助けを無視して彼氏とのデートを優先するような教員、犯罪を隠蔽するような教員、子供を真夏の車に置き去りにしてパチンコに行くような親、アルコール依存の親、そんな連中に体罰という権限を与えたらどうなるか。そんな自分勝手で責任感のかけらもないそんな親に厳正な体罰なんかできると思いますか。そりゃどう考えても意味を履き違いますよね。エスカレートしますよね。絶対的な権力のもと、しかも密室、体罰はこんな状況で行われるからこそ危険なのです。体罰を社会で容認することで、まず話し合いで真摯に向き合うのがめんどくさいからだとか、個人的な憂さ晴らしでだとか、安易に手を出せる状況を作ることに拍車をかけます。こういう連中にとっての体罰とはただ殴ったりするだけなので楽なもんです。体罰に頼るようになります。次第に麻痺してきます。虐待にエスカレートします。気づいたら人が死んでます。体罰容認が虐待を正当化する口実に使われます。子供を死なせたら体罰のつもりだったという後付けのような言い訳を何度虐待加害者の口から発されたことか。親や教師に限って性善説を信じている人間たちは一体何なんでしょう。親なんか誰でもなれます。教師なんかある程度ペーパーテストができて空気が読める人間であれば、その辺の世間知らずの22歳の若者でもなれます。そんな連中に体罰という権限を容認というか見て見ぬふりをしてきた結果、悲劇が起き、それが繰り返されるわけであります。また人の痛みを知らない連中が悪さをするという体罰容認派の理屈に関して、私はいささか納得がいかない部分がありますし、現実がちゃんと見えていないのではと思います。実際いじめや誹謗中傷の加害者、凶悪犯罪者の中には、かつてあるいは今現在自分がいじめられていた、いじめられている人だってたくさんいます。痛みを分かっているからこそそれを悪用する、痛みを受けてきたからこそ感覚が麻痺している、痛みを受けてきたからこそ誰かにも同じ痛みを受けさせたい、そんな今日の被害者は明日の加害者みたいな連中がたくさん世にはいるわけです。実際体罰が容認されていた、虐待があまり問題視されていなかった昔の方が今よりも犯罪率や自害率が高かったことはデータが証明しているので、体罰で世の中が良くなる根拠はないと思います。体罰をしたからといって本当の意味での痛みを教えることになるとは限りません。まだまだたくさん話したいことは山ほどありますが、ここで終わらせていただきます。では皆さんご一緒に、最後ご一緒に、日本いや世界から体罰をぶっ壊す。